ニオンは、フランス、オーベルニュローヌアルプ地域圏、ドローム圏のコミューン。ローヌ川谷の東約40キロメートル、ドロームプロバンサル地方にある。ローヌ川の支流へ、ニースやリビエラ海岸の日照時間と比較しても、遜色ないことから、ドーフィネアルプ地方のニース、またはプティニースと、別名で呼ばれる。ニオンのローマ端ニオン周辺は、 ケルト系のオコンシー族が暮らす地として知られた。ガロローマ時代には、ベイソンの町に近接していた。小さな町、ノ農ー,ーマグスがおそらくこの地にあった。972年、ニオムという町が、3番山サン、フェレオル教会から、アルルのサンセザール修道院への寄進証書に、記載された。長期間この修道院とアルル大司教の所有となった、あと、 ニオンは世俗人領主の支配下に入った。13世紀初頭にはモントーバン領主に領有された。荘園の所有をめぐる一世紀間の対立の後、1315年、ドーフィネの一部として併合された。同藩が常にローマ教皇に対して敬意を払わねばならなかったため、ニオン、バンソブル、ミラベルは残留したのである。1349年、ドーフィネが フランス王国へ売却されると、ニオンはフランス革命までフランスを大したる同伴量となった。ニオンは13世紀終わりから15世紀初めまで例外的な繁栄の時代を過ごした。この経済成長はアビニョンの教皇庁とイタリア商人、大きなユダヤ人共同体との関係によるものだった。16世紀初めは膨張の時代でもあった。 しかし1550年代終わりにこの地方でも始まったユグノー戦争はニオンを激しく動揺させた。1585年、エーグ川沢岸に要塞が建設され、都市と橋を支配した。一方で14世紀初頭に作られた銅ファ伴の城は解体された。1598年の南都の直令後、ニオンはプロテスタントの安全な土地となった。 1622年のラ・ロシェル直令後もその地位は失われなかった。プロテスタント反乱の1年後、ルイ13世はプロテスタントが立てこもりやすい、この地方の要塞地帯を削減することを決めた。1627年7月の直令で、境界線にない要塞すべての廃止が命じられた。こうしてニオンは外へ解放された。1633年、 シタデルの取り壊し作業が始まった。日本住民は城壁の保全のみ得られた。日ンはアルプス産無薬南麓における商業用オリーブ栽培の最北端にあたる。ニヨン産オリーブとオリーブオイルは多く指定されている。ありがとうございます。